check out the latest in the Big Apple here on New York Forefront. After trying jogging and aerobics, the New Yorkers have finally reached Tai Chi. さて一方太極拳を武道として取り上げているのがこちらのウースター太一チュアンで、先生のシャムロングさんは太一歴25年という大ベテラン。Mr. Sean Long is also a teacher of Kung Fu, which himself has been doing since the age of 8. ゆっくりとした動作が基本とはいえ、相手の一撃をうまくかわしながら自分からも攻撃を繰り出すというのが太極拳の本来の形。体と心をコントロールしながら精神統一できるようになれば一人前。最近ではプロのスポーツ選手も太極拳の秘めたるパワーに目覚め、本番で無駄なく力を出し切れるようにとトレーニングに取り入れるまでになっています。忙しい毎日の中、ストレスとは切っても切れない関係にあるニューヨーカーたち。中国数千年の歴史と伝統は現代でも立派に通用しているようですね。